ビちなみにあの見てる人は分かんないと思いますけど、僕本当に何も知らずに来てます。本当に何も知らずに来てますから、僕も分かんない。ちなみにですね、あの今日も一応ね対戦ゲームやろうとは思ってるんですけど、あのこれエータには今初めて言うんですけど、エータとねなんかちょうどいい対戦したの面白いだろうなと思う人に、僕今日8人に声かけました、はい、全員断られました。もうダメじゃないですか。もうダメじゃない。それが今のお前の価値なの。予定があったとかではなく、まあ、って言ってたよみんな。まあそれ言いますわな。言ってたけど、でもじゃあこれもしね、はい、すごい、いやあいつと対戦したらしただけでプラスだぜとかさ、あいつにもし勝ったら超プラスじゃんとかさ、いう人じゃないって、まだ。なるほど。そのどうでもいい、どうでもいいって言ったらごめん失礼だけど、どうでもいい予定を優先しちゃうような対戦なんです。まあ別にエータだったらいいかって、エータさんか、じゃあいいやっていう、あごめんさんって言っちゃう。もう分かったわ。いや言い方で分かりました。いや、あの本当に俺知り合いにそのなんかトーンの上がり方です、いますもん。いやいや、それは今の俺の勝手人に言っちゃったけどね。であの本当にもうこれこんなことね言うとよくないんだけど、ドグラスら断ったっていう、そのまあもう終わった男か俺は。そうか、ドグラ君、分かったよ。なんかエータにメッセージあるかな、そのプロにね、なったエータプロになる、何がいいかな、それメガネ変えればいいんじゃないですかみたいな、すごい適当な。メガネ変えましたからね、3日ぐらい前に変えましたから俺。ちょっと高いやつ、メガネを変えるのがいいんじゃないですかねっていう、すごいこう血も涙もないコメントいただきまして。俺に興味ゼロじゃねえか。いやまあね、まあ、それは冗談ですよ。彼はね、エータのことは気にかけてましたけど、まあっていうのは冗談で、はい、でまあそういうことがありつつも、でもね結局こうやって俺がエータにこうやってじゃあこういうふうにした方がいいよって今言っても、はい、やっぱちょっとそれじゃ面白くない、我々は思いました、はいはい、これだけじゃ面白くないな。緊急企画です。すごい怖いです。実際にエータを今週の土曜日に売り込みに行きます。企業に。はい、はい、なので、はい、どうします、先に行っちゃいますか。そうですね、じゃあもうあのあじゃあまあつっても僕あの営業の仕事とかしたことないんで、完全素人なんで、はい、ちょっとまあ心もとないなっていうか、一人じゃ俺とエータじゃちょっときついなっていうことがあって、はい、ちょうど俺の知り合いに昔営業の仕事やってた人がいるの、はい、でその人を連れて、まあ、エータのマネージャーってことにして、はい、あのちょっと企業に実際売り込みだから、外配信ですよ皆さん、外配信初の外配信をしますよ、はい、企業に行きます。その面接というか面談というか売り込みの様子を配信しますから。僕今今年一番ドキドキしてます。まあそうでしょうね、カプコンカップ前の大事な時期に何やってんだって話ですけど本当に練習しろよって話なんですけど、まあ、はい、やっぱりちょっとエータ君ちょっとなんかほっとけなかったんだね、はい、というわけでじゃあちょっとあのそのマネージャーをお呼びしようかなと。あどうも、はじめまして、折笠と申します、よろしくお願いします。映ってないです。映ってない、映ってないです。失礼いたしました。折笠と申します、よろしくお願いします。この時点でね、強烈3の示す人もいると思うんですけど、一応営業の仕事をしてた時期が、そうですね、ちょっとどれ実際その腕の方というかその営業成績の方ってどうだったの。中の下ですね。中の下、ね、下の、まあ、でも一応一般の仕事してたことがあるん で、はい、でまあ一応なんかこう顔はいいから、まあ、ちょっとこうなんかこう、なるほど、どうかなっていうということで、しかもですよ、はい、今回はすでにもう仕事が早い、はい、仕事が早い、企業を3つほど3つ用意させていただきました。驚きですよ、3つとりあえずエータを売り込む先をもう確保しましたから、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと企業のじゃあ企業の名前、多分ね、これね、みんなも知ってる企業じゃないかと思いますよ。そうですね。まあ、じゃあ順番にお話しさせていただきますけど、はい、一つ目がですね、ゲームウィズ様という、はい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 、ゲームの攻略サイトを運営されている会社様でございます。で、二つ目がですね、株式会社おもろき様となっております。こちら、ボケてという
ウェブのサービスアプリとかもございますね。そちらの方も、保有させていただきます。で、3つ目がですね、恵比寿南法律事務所様でして、こちらはあのゲーム関係の法律の仕事を結構多くされてらっしゃるところになっております。その3社に、土曜日この3人で外配信をしながら行かせていただくという形を取ろうかと思っております。どうですか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、失礼いたします。では土曜日にまた、あ、かしこまりました。よろしくお願いします。どうよ、エータ君。いや、もうすごいでしょ。すごいですね。で、俺たちが動いたからにはまあつくよ。なんなら格ゲーマー初の3社つくよ。3社つく。もう欲しがられます。生まれ始めてだけど、さあここですよ、ね、はい、いきなり単体でこの瑛太君が行ってもさすがにちょっときつい、まあ、無理ですね。だからちょっと今日履歴書作ろうかなと思って、はいはい、瑛太君の、はい、俺これ今日コンビニで買うときちょっとだけだけど恥ずかしかったな。何だったんだろうな、なんか恥ずかしかったな。これ履歴書ね、本物の履歴書です。でここに、まあ、住所とかはまあとりあえずいいけど、名前と、まあ、学歴職歴はまあいいです。ゲームの大会で勝った、はいはいはい、どういうその大会勝ってきたかとか、あとは、まあ、この辺なんかいろいろ埋めていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、これはじゃあ後で書くとして、アクトって書くとして、はい、みんなで考えましょう。これはじゃあみんなでやろう。やっぱりそのさっきね、柏木さんは中途半端でね弱いっていうその最低の評価をくれましたけど、これをこの履歴書に関して、履歴書なんていいことだけ書けばいいんだから、はい、性格、あなたの性格どんな性格ですかっつって、引っ込み思案で暗いとか書く必要ないわけですよ。まあ、書かないですね。書くわけないでしょ。明るいとか優しいとか何事にも前向きとか、はい、ね、プラスの要素しか書かないんだから。潤滑油ですとか書きますよね。まあね、そうね、そうそう、プラスだね、確かに。そうそう、そういうこと、そういうこと。なんで、ちょっとこう、まあ、大会に関しては、瑛太が一番よく分かってるからだけど、瑛太のいいところをちょっとこう、書いていこう。いいところ。うん。売り込まなきゃいけないわけだから。ほら、ちょっとお客さんも一緒に考えてもらって。そうですね。いいところ、たくさんありますよ。いいところ。うん。It's a good point. どんな人です、どんな明るい。あ、もう大事だよ、明るいってね。じゃあ明るい、瑛太君明るい。明るい。終わりました。終わりました。そんだけ。あ、音楽。あ、音楽できます、音楽。音楽ね。ちなみに楽器は何なの？僕ギターです。ギターっても作曲ができるっていう。あ、じゃあ作曲。そうですそうです。作曲&ギター。そうですね。あとは、あと8人に断られる実力。確かにこれはいい風、全部いい風に捉えていけばいいんですよ、うん、確かに。まあどうせ勝てねえからって、相手が見つからないほどの、はい、強さ。相手がまあ強さだね。これ全部プラスにやっていけばいいんですから、はい、強さ。仕事選ばない。いいですね。何でもしますもん。なるほど。これ大事だよね。俺はすげえ選ぶけど。何でもできます。選ばないと。確かにそうだね。あと NG ないんじゃない？どう？ないです。あれだろう、だってお母さんのこと悪く言われるぐらいだろ、 NG は。そうですね。親だけはやめてほしい。じゃあ親以外 NG なしと。ああ、親の悪口だけは怒りますって言ってたかな。親以外、NG なしと。これ素晴らしい、はい、この NG なしって、俺これね、新ジャンルだと思うんですよ。新ジャンル。なんでかっていうと、あのね、やっぱね、結構やっぱみんなこうよく見したい、格ゲームは特に。だから何でもしますっていうのは使い勝手がいいんですよ。まあ、ゲームだろうが何だろうが、もうただ実際に
局も出すとかはやめてほしい。それはね、それは誰も望んでないから。そのぐらいまではちょっと言ったら。そのまだ誰もしないですね。はい、他には他。他、ん？キュート？かわいい？あ、な、あの、愛嬌があるってことかな？どうやら、うん、なんかキュウリ。キュウリじゃないですか。キューティー。なんか台湾の方だと、うん、僕かなり人気あるらしくて、なんか台湾、あの、石油王とゲマービが言ってたんだけど、なんかすごいキュートでエータは人気がある。へえ、じゃあかわいい、だから容姿か、かわいいかわいい入れていいんすか。かわいい、いやいやプラスでしょ。かわいいのとかわいくないのだったらかわいい方取るわ。全く同じ実力でどっちさ、かわいい方取る。かわいい方取りますね、うん、もちろんそうそう。あと何でしょうね。何でしょうね。何でしょうね。みんなも一緒に考えてもらいたいかな。あのリスナーさんも考えてほしいですもん。みんな出てくるんですかね。実際にこれで俺ら行くからね、持ち込みに。そうですよ。これじゃもう無理っすよね。もうへーで終わりますよ。いや、まあ、これ組み合わせてなんかこう助走に自信があると思いますけど。助走に自信があるね。助走に自信。中性的ってことかな。中性的。あ、じゃあ、まあ、助走。あ、助走。そうは分かんない。じゃあ、そう、助走。はい。助走できますと。はい、あの、自分で言うのはすげえ恥ずかしいじゃんなんですけど、顔は置いといて、スタイルだけはめっちゃ褒められます。スタイルだけは褒められます。スタイルがいい。なんかどんどん良くなってるな。スタイル。あと、あと何？すごいね。可愛くて女装できてスタイルがいいのに NG なしっていう。親しみやすい。親しみやすい。親しみやすさはあると思います。なるほど。割と話しかけてくれるんで、その会場行ったりすると。フレンドリーと。あとなんだ。まあ、でもキャラありますよね、あの色が本当に。これでも十分だと思うけどね、うん、大丈夫ですかこれ。でも十分だと思うよこれ。英検は何級でしたっけ。英検は5級落ちました。英検の5級に落ちたのね。はい。じゃあ多分これは強いですよ。俺以外なんか言いたいと思うけど英検多分1級より強いかもしれない。5級に5級落ちました。あ、9ってどうやって書くんだっけ。大体やってます大体。糸書いて、ちょっとこれはこれくらいが来ないの、まあ、一応理由もあるんですけど、一応落ちた実績はあります。理由はあるんです。あの要はその英会話教室に入ったんですよ。に通った時期あって、通った初日にちょうど5級のテストの日で、分かんない、小学生の僕がいきなりそれに参加するっていう。アップルすらやめないっていう。英検5級落ちると、はい、これはでもプラス要素ですよ。プラス要素なんですか。これをこれ組み合わせればもうね、実際でも何なんですか。その例えば一応じゃあ要求も言いましょうよ。じゃあどういうスタイルでやってきてるんですか、向こうに。どういうスタイル、月どんぐらい欲しいんですか。150万ぐらい欲しいんですか。知らないですよ。これで あ、まあ、学とかは、まあ、例えばその月給がいいのか、そのなんかこうとかね、なんかそのあるでしょう、ね、望みが。望みっていうの一応あるんですけど、あの交通費とその遠征でかかった雑費だけあれば僕は十分って思ってます。あ、そうなの？ってます。じゃあ、あとその要は賞金とかその出演料とかはちゃんと全部自分に入ればっていう。へえ、それでいいんだ。って僕は思ってますね。あ、そう。はい。じゃあまあ、こういうのはねちょっと多めに言った方がいいですから。あれ経ってどういうこと？経費の経。あ、こうか。こうか。月給取るっていう経費プラス
じゃあ月、あ、だ経費、経費だね、はい、経費、その経費、経費と、じゃあとりあえず50万からいってみようか。いや50万で、これでこれ以外飲みませんという交渉をすればいいわけで。そうなんだ。じゃあ経費が出ればとりあえずいいっていうことなのかなって考えちゃってますね、僕は。そうすると、じゃあ何かしながら大会には気軽に行くっていう状態がいいのかな。そうですね。でもこれ景品ぐらいだったらどうなんだろうな、俺分かんないけど。いや全然ありそうだけどね。やっぱちゃんと言った方がいいんやと思いますけどね、プラス50万。さすがに飲まないと思うけどね。絶対飲まない、さすがに飲んでくんないと思うけど。でもまあ面白いやん。もっと多くする。景品プラス月80欲しいです。まあ冗談だけど、まあまあいいや、まあ、でも向こうもさ、ちょっと笑ってくれるかもしれないよ。確かに。こいつ面白いなって。こいつやべえなってなりますよね。うん、じゃあ、次の上で。これくらいで履歴書ちょっと。そうかな。どうですか、これで。どうなんですか。経費だけだと全然。全然出してくれそうだけどね。どうなんだろうね。わかんないけど。基準が僕もよくわかんないんです。月給っていうのがよく、わからないというか、そのゲームスポンサーが月給出すっていうのが、まあ、プロになったことないから。でもさ、そのだから結局どのぐらいその役に立つかによるんじゃない？そうなんですよ、ね、例えばお前のツイッターのフォロワー数が1000万とかだったらさ、さすがに経費だけってことはないんじゃない？ないですね、うん、例えばだけどね、はい、だからまあじゃあこれを元にちょっと、はい、土曜日行きますから本当に。50万からビタ1も負けない方向ですか。いや負けるよ。50万からスタートです。50万からスタート、スタート。あとは下げてくる、下げて、下げてくる。経費だけです。最初0円までいくから。なるほどね。なるほど。じゃあ履歴書でも書いても仕方ないですか。書いても仕方ないから、じゃあまあこんなとこかな、プラスの要素は。何時今ちょうどいいか。じゃあ対戦するか。じゃあせっかくでちょっとアピールしとけ、強いとこ。確かに。でもさっきも言ったように誰も相手し、誰もその OK してくれなかったんで、今日は久々にノララウンジです。ノララウンジいきます、はい、これが今のエータです。ここがスタートです。そうですね、始まりです。まだ一人から。さっきゲーム消えちゃいますとしたんです。LP 制限どうします？ We're gonna set the LP. 俺は2万5000以上ぐらい。いや、でもいないんじゃないですか、そんなに。いないかな。まあ、じゃあ2万以上。2万以上ぐらい。あんまり実力差あってもな、面白くないからな。ちょっと、こっちの画面でやるでしょ。じゃあそっち。ちょっと俺今日全然コメント見てないんだよな。どんな感じ？楽しかったって。非常に。どうみんな。楽しんでくれてるかな。何？エレコン。あ、the router、that's why。これ。Okay。でもこれでさ、これでさ、エータプロになったら、そのこのビーストTVの可能性やばくね？人の生活を変えるっていう。人生変える。これって、うん、これですか。どこまでいけるのか逆に試してみたくなるよな。そうそう。どこまでいけんだっていう。そうですね、だっ誰までいけんだっていう。これこの配信見てなんかその、うん、あ、じゃあうちもスポンサーしたいっていう可能性も。そうですね。そうですよ。あ、そうそう、今の3社はオリカスさんがその独自の足を使って持ってきたものですけども、全然もし、あ、エータ君いいなって思う企業の方いらっしゃいましたら、ぜひとも、ちょっとまあ どこに連絡すればいいんだか分かんないけど、じゃあ連絡先ちょっとじゃあ出しますか。お買い得なんで。お買い得です。三崎さんだけどっちにします。まあ2でいいんじゃないか。
人数2で0283でパシパスポート0283、うん、もしくはこれでエータに勝った人をプロにしちゃうかな。いっぱい出ますよプロだらけですよこの業界。そうなるとすみました。あ、ケンジョロさんだ。お、これがですね、頂上対決ですか、ケンの。頂上かわかんないですけど、私のプールいるんですよ、ケンが2人。おお。ライアンとフリオがいて。はい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 。ライアンもガイル出しそうな気がするんですけどね。なるほど。おーちゃん、ヒゲ伸ばしてる理由？デブ隠しだよ。当たり前だろ。こんなことで隠せんだったらお前、どんどん伸ばせよお前。強さをね。見せましょう、うん、まあ俺はもう疲れたからもうコメント見て、まあ、あとはもうやったやったやった。あ、2作品です。痩せたいね。でも痩せるよ。ダイエットの会社とかスポンサーついちゃうんじゃないの、もしかして。でもそれだと一生太れないのか。それはそれで嫌だな。うまい。ああ、ちょっと。失っちゃう。生きてる。まあ、燃えますよね。もう全然見てない。コメントしか見てないじゃないですか。いやいや、でも疲れてください。疲れたんだよ、疲れたんだよ。これでエータニンのスポンサーついたらマジでちょっと達成感やべえんだよな。2人にもこのサンジャンはもしダメだったとしてもまだまだ、ね、まだまだね、始まったばかりだと思う、うん、東十条銀座とかね、いろいろ選択肢はあるけど、ね、そうですね、商店街いつ行くかありますね、うん、あ、でもなんか割と好評だね、この。うん。でんか最後。いや、あれね、あれそうですね。森川さん使えるんだな。使えないです。そうよ。プレゼン資料はこれでも あれじゃない？やっぱり森川さんがつくんじゃない？エータプロになりたいよ。はい、そうね、そう、ゆるキャラだよね。そう、エータゆるキャラだと思うわ、俺も。企業へのメリット、そこが問題である。まあそこはでもまあ適当にごまかして入っちゃえばいいんだよ。うん。嘘嘘並べ立ててさ、最強剣ですとかなんかいろいろ言ってさ。騙してでも返事取れるんですよ。いや、どうせね、その企業はね、配信なんか見てないからいいんだよ。そっか。あ、そう。愛はもともとあるタイプの。誰？いや、その、いや、わかんない。え、愛って、まあでも、その愛を、愛がない人はいないだろうけど、その、何に向けた愛なのかにもよるよな。
家族に対して愛があっても格ゲーに対する愛がなかったらやっぱりこの業界じゃダメでしょ。難しいんだよな。自分が愛されてないのに愛せって言っても難しかったりするでしょ。コミュニティから愛されてないから、じゃあ俺は愛さないよっていう風になるじゃん普通は。でもね、逆なんだよ。先に愛さないと愛されないから、何事もそう。聞いてるか、エタ。はい聞いてます。今汚れましたしね。いやいいよいいよ、お前の汚れはもういいよ。ありがとうございました。お前の売りだから。ちゃんと勝つね。勝ちましたよ。強さが足りてなくないと思う。だから、わけわかんないこと言ってんだ、あのユーディールのあのわけわかんない。柏木さんから見たら弱いっすよ俺は、やっぱ。多分なんかわかるんじゃないですか。あ、甘かったなみたいな。あいつだってすげえ弱いよ。今の試合見て首ひねってますよ。だってあのケンジがだってあの紹介するときに弱い人ですって言って紹介してる。怒ってんだろうな今向こうでな。